一畑電気鉄道70系電車。一畑電気鉄道70系電車。一畑電気鉄道70系電車は、かつて一畑電気鉄道、現、一畑電車に在籍した電車。1964年、昭和39年3月と、同年8月の2度にわたって、西武鉄道より、同尺もは301系電車を譲り受け、導入したものである。本では、 70系電車同様に、西武鉄道からの譲渡車両である60系電車、初代およびデ波10系電車、初代、ク波100系電車、3台についても合わせて記述する。市畑電気鉄道においては、老朽化した従来車の代替及び輸送力増強を目的として、1957年、昭和32年から1964年、 昭和39年にかけて、西武鉄道より同社で廃車となった、中古車両を順次導入た。1957年、昭和32年から1959年、昭和34年にかけて、区0百系、初代など、老朽化が著しく進行した、木造車体の制御車格形式の代替目的で、 区派百2 3 1系電車区派三2 3 2 1 2 3 5から1238の計5両を譲り受け、出派10系、初代11及び区派100系、3代101から104として導入した。西部区派百2 3 1型は、西部鉄道の前身企業である、武蔵野鉄道が1940年、昭和15年11月に、梅鉢漁及び、 木並み車両製造において、申請した3、扉ロングシート仕様の制御車であった。ついで1960年、昭和35年から翌1961年、昭和36年にかけて、模波221系、区波1221系電車も、波226.22829 22 2及び区波1221.1223230。 を譲り受けて60系、初代では60系61から63及び区派160、系161から163として導入し、さらに1964年、昭和39年には、雲派301系301から304を譲り受けて70系、で派70系71.72及び区派170、系171.172として導入した。 西武モハ221系、区派線2 2 1型は、旧西武鉄道が1941年、昭和16年3月に、梅鉢車両において、西武モ派301型は、武蔵野鉄道が1942年、昭和17年9月に、木並車両製造において、それぞれ申請た、旧西武武蔵野の、両事業者における最後の申請車両であった。 6 0系及び7 0系はいずれも、急行列車運用車両の体質改善、及び1964年、昭和39年4月の出雲市、ターミナルビルの開業に伴う電鉄出雲市駅の、新装オープンに際して新設された、特急列車への充当目的として導入された、ことから、上都に際しては、西武所沢車両工場において西武鉄道、以下、西武在籍当時の3、 扉ロングシート仕様からに扉セミクロスシート仕様への改造を実施した。また、両系列とも車両番号以下、車番末尾が同番号の電動車、制御車の組み合わせによる半固定の二両編成を蘇生したが、西部在籍当時は全車とも電動車であった70系については導入に際して半数を電装解除の上で制御車化改造を施行した。デハ10系。 初代11は1961年、昭和36年に除籍されたが、その他の車両については区派100型は従来車の制御車として、60系、70系は主に特急、急行用車両として、それぞれ北、松江線における主力車両として運用された。その後の後継車両の導入に伴い、60系は1985年、昭和60年に、 七十系は九百九十五年、平成七年に、区波百型は型九百九十六年、平成八年にそれぞれ形式消滅した。で八て、波10系及び区波百型は、全長一万七千ミリメートルの反抗性車体を有する。いずれも、西部在籍当時と同様に片側に三箇所客用扉を備える三扉構造であるが、譲渡に際しては両形式とも旧来の、 連結面側のつま面に運転台を新設し、乗務員扉を増設して、両運転台構造に改造された。側面窓配置は、DD6D6DD DD、D、乗務員扉、D、客用扉、各数値は、側窓の枚数である。なお、デハ11及び区ハ1 0 0一1 0 1から104は、製造メーカーが全車が、梅鉢車用、後車が、木並み車両工業と、 それぞれ異なり、窓寸法を含む、各部寸法や乗務員扉形状などに相違点を有した。60系は、全長 17000mm の半高性車体を、70系は、全系の各形式と比較して 1000mm 長い全長 18000mm の半高性車体をそれぞれ有し、制御電動車で、六十系、で、七十型は、電鉄出雲市側つまめに、 制御尺波160系、区波170型は、一端口側つま面に運転台を備え、それぞれの逆側つま面には、貫通扉及び貫通ホールを備える、変運転台構造である。西部在籍当時は両系列とも片側に3箇所客用扉を備える3、扉構造であり、側面窓配置は60系、元西部も波221系。 クハ1221系が D1D4D4D2、70系が元西部クモハ301系が DD5D5D1 と、それぞれなっていたが、前日の通り導入に際していずれもに、扉クロスシート仕様に改造され、70系については、客用扉移設を伴う大掛かりな改造を施行し、側面窓配置は D1D10D2 で統一された。 もっとも、窓配置以外の部分に関しては、種車の相違に由来する外観上の差異が存在し、60系が窓上補強体を省略した、ノーシル構造であったのに対し70系は、窓の上下に補強体、ウィンドーシルヘダーを備えること、車体裾部の形状が60系の一直線形状に、対し70系は前後つま面付近で一段下がった形状となっていたこと、 つまの形状をはじめとした、全面形状、乗務員扉の形状、窓寸法を含む、各部寸法など多くの相違点を有した。その他、60系、70系とも窓サッシのアルミ枠化などが施行された、ほか、70系については西部在籍当時は木製であった、雨どいの金貨お及び、戸袋窓に相当する、窓の固定支持方式を、H ゴム固定に改造した。 車体塗装はデハ10系及び区派100型は従来、車に順じる上半分をクリーム、下半分を赤系とした二色塗装で竣工したが、60系はオレンジ値に相加補強タイブを白とした新塗装が採用された。さらに70系については、黄色地に相加補強タイブを青とした新塗装となり、60系についても高粘度塗装へ塗り替えられたほか従来車にも、 順次普及し、同塗装は、後の市畑電気鉄道における、標準塗装と差だ。で、はじゅ系及び区ハ100型は、西部在籍当時と同様に、ロングシート仕様である。1958年、昭和33年8月に導入された、区ハ100系100により、車内照明に、蛍光灯を、市畑電気鉄道の車両としては、初めて用し、翌1959年、 昭和34年2月に導入された、区ハ103.104にも踏襲されたほか、区ハ101についても、同年8月15日付の設計変更認可により、車内照明を白熱灯から蛍光灯に改造した。なお、デハ11系及び区ハ100系前車については、譲渡に際して、客用扉のと平装置、ドアエンジンを取り外し、手動扉仕様で竣工した。 60系は客用扉間に、計10客のボックスシートを、70系は、計12客のボックスシートをそれぞれ設置した、セミクロスシート仕様である。座席数が異なるのは、車体長の総意に起因し、座席定員もデハ60系、区派160系の56人に対して、デハ70系、区派170型は64人と異なる。いずれも導入当初より、 蛍光灯照明を備え、客用扉は西部在籍当時と同様に、土平装置を備える自動扉仕様である。また前述の特急列車運用時には、編成内の一両が座席指定車両に設定されることから、区派160系、区派170型については、各座席に番号札が設置された。制御方式は、市畑電気鉄道における標準仕様である。 アメリカのウェスティングハウスエレクトリック社会発の電空単位スイッチ式手動加速制御、HL 制御で前景式とも統一されており、西部在籍当時は自動加速制御仕様であった70系、元雲波301系についても主制御機関層による HL 制御化改造が実施された。デハ60系、デハ70系とも弱め開示制御機能を有する。 デハ60型に搭載される主電動機は西部、在籍当時と同様に、MT4、端子電圧 675V 自定格出力 85kW が採用され、西部在籍当時は三菱電機製のメガバイト -146C、端子電圧 750V 自定格出力 100kW を搭載た、デハ70型についても導入に際して、MT4 へ換装された。 MT4 主電動機は、鉄道省における、正式主電動機として採用された機種であり、メーカー形式は、GE-244A、ゼネラルエレクトリック車製もしくは SE-102、芝浦製作所製である。駆動方式は吊りかけ、式、歯車比は3.42である。台車は、手ハ70系、区ハ170型が、木並車両製造性の蛍光組み立て型り合い、 両式台車を、デハ60型が鉄道小正式の釣り合い、両台車 TR14A を、クハ160系及びクハ100型が、同 TR10 をそれぞれ装着する。いずれの台車も軸受け部の構造は、平ら軸受け仕様である。デハ10系及びクハ100型が、従来車との並結運用の必要性から、SME 非長弁付直通ブレーキ仕様とされたのに、対し、 60系及び70系は西部在籍当時と同様に M3 同弁を採用するアム、悪夢元空気ダメ鑑識、自動空気ブレーキ仕様とされた。したがって、両者は制御方式こそ同一であったものの、制動方式が異なるため並結運転は不可能であった。補助機器は、デハ10系、デハ60系、デハ70型については、 走行機器とともに自社へ搭載したが、区ハ100型は前日の蛍光灯照明化に伴う電源確保目的で直流仕様の電動発電機、出力 1.5kW を新設した。連結機は半固定編成を蘇生する 60K 及び7 0系の連結面に密着連結機が採用されたほかはいずれも並形自動連結機仕様である。 デハ10系及びクハ100型は従来車と共通運用で普通列車運用を中心に60系及び70系は前日の通り特急、急行運用を中心に運用された。デハ11、初代のみは1961年、昭和36年11月に除籍され、西部へ返還されたものの、残る各形式については長年にわたって、 一畑電気鉄道の主力車両として運用された。区派100型については1962年、昭和37年2月に、電鉄出雲市川の運転台機器を撤去して、変運転台構造化され、翌1963年、昭和38年11月には乗務員扉を撤去して、川窓を増設した。その他、車体塗装を、オレンジ位置に、 塗装補強タイを白とした手動扉使用者の標準色に塗り替えられ、さらに手動扉使用のまま、黄色地に塗装補強タイを青とした塗装に塗り替えられた。また、後年60系及び区波100型については、雨どいの金属化が施行されたほか、1971年、昭和46年2月から同年7月にかけて、60系、70系、 区派100経前者を対象に、大車軸受け部のコロ軸受けかが見された。1982年、昭和57年9月に開催された第37回、国民体育大会、通称国引き国体に際して、観客輸送を担うこととなった、市畑電気鉄道において、車両近代化が計画され、1981年、 昭和56年より西部から譲り受けた80系、電車、元451系電車の導入を開始、同系列と置き換えられる形で、同年12月に区派104が廃車となった。翌1982年、昭和57年9月には60系で、派61区派161編成及びで派62区派162編成が同じく80系に、 置き換えられて廃車となり、さらに九百八十五年、昭和六十年三月の九十系電車、元西部五百五十一系電車導入に伴って、同年三月二十七日付で六十系で、派十三区派六十三編成も廃車となり、六十系は全廃となった。残る七十系及び区派百型については、大体対象に含まれず、七十系については、 北、松江線に1日1往復設定された、急行運用に最晩年まで潜入するなど、8 0系、9 0系といった西部より譲り受けた、戦後製車両と共に運用された。しかし1990年代に至って、両形式とも戦時設計が災いして、各部の老朽化が著しい状態となり、保守が困難になりつつあったことから、当時残存していた。 昭和一桁年代に製造された車両に先んじて、京王帝都電鉄、現、京王電鉄より譲り受けた、同社5000系電車、市場谷1100系電車導入による代替対象となった。踏切事故で被災し、運用から外れていた、区波100系103が1994年、平成6年6月に廃車となったことを皮切りに、1995年、 平成7年1月に70系、で派72区派172編成が、同年3月に、同で派71区派171編成がそれぞれ廃車となって70系は全廃となり、残る区派100系101.102についても、翌1996年、平成8年12月に除籍され、本校にて扱う、各形式はすべて形式消滅した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。